中南市食生活改善推進協議会です。今回は中南市産大根を使用した大根ステーキきのこクリームソースをご紹介いたします。材料です。作り方です。大根を皮をむき 1.5 センチの輪切りにします。鍋にスープ、大根を入れ柔らかくなるまで煮ます。しめじは石突きを取って細かく切ります。フライパンにバターを溶かし、水気を切った大根を入れ、両面に焼き色をつけ、器に盛ります。フライパンをペーパータオルで拭き、しめじを炒め、調味料を入れて味を整え、大根の上にかけます。最後に、小口切りしたネギをのせます。ここから心つながる周南市。